Ladies and gentlemen. というわけで、こんにちは、もどかです。今日はですね、有名実況者になった時の特典ということで、実はですね、なんと、リスナーさんからですね、PSN チケット3000円分をいただくことができました。ありがとうございます。いや、こう言うとね、やっぱりね、古事記がどうのこうの言われると思うんですけど、ね、ごめんなさい。こじりました。こじらせていただきました。というよりも、ダイレクトメッセージいいですかって言われて、どうしたんですかって言ったらいきなりコードが送られてきてですね、これ使ってくださいと言われたんで、まあここはね、いやいやこんなもん受け取れませんよの精神ではなく、いや、ありがたくがめつくいただかせてもらいますということで、確かジャック・ベガスさんみたいな感じの名前の人かなにいただくことができました。できました、イエーイ。というわけで、お金を使って引いていきましょう。さあやっていきます。これですね、使いましょう。初めての課金でございます。なんか来い。いや頼むで、リスナーからもらったさ、あ、待って待って、ミスった。金じゃないので引いてもうた。洋服死ねよ。まだ引ける、全然引ける、いける、あ、全然いけるよ。うん、全然甘い。あ、まだまだ。でもこれで200円っておかしいよな。これでペットボトル1本分やからな、ほとんど。ウェルチ買えるからな。いや、ウェルチ買えねえな。もう芋専用のやつやん。お、なかなかいいんじゃないの。これはまだいいですね。よかった。迷彩しか出ないってな、熱感ファーストが言ったからな。いや、もうおかしいやん、光り方が。あー、頼むぜ。リスナーからもらったお金やねん、こっちは。いや、持ってんねん。いや、レジェンダリー被ってんねん、お前。いや、こっちはリスナーからもらったお金やねん。大切な。うっ、来た、はっ、来た、やばい。これも当たりや。リスナーに感謝してるパティのやつやん。オーマイガー。いや、また来た。新武器やばい。マジで来てる。2個やで。いや、課金。もう一回。よ、いらねえ。いや、お前勘違いさせんな。あ、でも、P06 のバイオレット出た。まあまあいいんじゃね。いや、もう違うやん、お前、それは。これ200。は？何これ？おちょくってるやろ、俺のこと。完全に。ちょっと装備しとこ。いや、頼む。あと6回の命やねん、こっちは。お、なんか、管の迷彩や、絶対。なあ、なんで被んの？どうなったら被んの、この迷彩。おかしいだろ、紫色。頼むからジェムとか出てくれよ。違うやん。いや、またなんか、スケボー、スノボーかなんか知らんけど、出たって、いらねえ。頼むわ。見えてる。俺にはわかる。頼むわ、レアでごまかすなよ、お前。こっち金で引いてんねん。来い。ジャングルパーティーってどんな迷彩やねん、やめてくれ。来い。いや、申し訳ない。途中でロッカーが切れてしまって。実は、この前、ZOZO タウンの夏のセールみたいのでめっちゃ安くなってた、欲しかったやつがあったんで、それを買ってですね、今届いてました。はい、申し訳ないです。さあ、というわけで気を取り直して、あと3回か4回引けるんで、引いていきましょう。多分、なんか出てくれると思う。俺は信じてるよ。まだいける。まあ。今日はフィアーが当たったからね。まだ来るよ。ほら、被るもん。ガメつく被ってくんもん、お前。違うの出てくれよ。頼むから。な？な？ほら、リスナーさんからもらった。大事な。お、でもこれ、かっこいいな、割と。ラストですね。さあ、ラスト引いていきましょう。もうね、もうなんか不見えんもん。まあ、かぶってますから。なんとかなるでしょ。なんか弾けるはず。ラストや。ほんまのラストやで、みんな。行くで。俺は、頼む。はい。ということでね、今日の成果ですね。今日は、この、フィア、FFAR か。フィアって呼んじゃって、FFAR っていう、武器と、あと、スペシャルですね。アイアンジム。これ当たりました。
いやーなんか爽やかな感じで喋ってるんですけどね、実は結構嬉しいです。実は結構地味に嬉しいです。嬉しい嬉しいです。はい、見てください、このフィアって迷彩。迷彩じゃない、かっこよくない？普通に嬉しいねんけど。もうね、今回は当たりでした。本当に当たりでした。くださったベガスさんって人、ありがとうございます。方ありがとうございます。本当に本当に感謝です。3000円です。皆さんね、またよろしければ僕に PSN チケット